まず協力ができるためには外部の圧力以外にもですね、お互いの意思が必要だというふうに思います。お互い十分な意思を持っているのかというのが大変重要だと思います。一つ例を申し上げますと、韓国がコットに、属してはないんですけれども、ワーキンググループや多様なチャンネルを通じてコアットが目指す、価値または政策を実施しています。現在韓国政府の立場から離れてですね、例えば今日私たちはシナジーを上げるためにコアットに加入しますというふうに宣言したとしましょう。その場合日本が果たして受け入れるのでしょうか。それについては私はちょっと疑問です。しかし、多様な地域的世界的な協力をする方法はあるというふうに思います。日本と韓国が経済の規模もありますし、また民主主義の価値を共有している国々でありますので、アメリカも含めて多様な国々がその一種に賛同することを要請することもできますし、それを受け入れることも可能かと思います。共に共同宣言文などを作成することもできますし、またお互いサポートすることもできるでしょう。しかし多国的な協力の中で日韓関係が果たしておのずと自然と発展できるのか、好転できるのかということについてはちょっと疑問があります。2021年 G20 の首脳会議で韓国と日本は参加しましたけれども、しかし首脳の会議はありませんでした。首脳間の会議はありませんでした。このようなもちろん違う意見もあると思うんですが、こうした意思が欠如された状況で、そういう状況では、おのずとそういうふうにはならないというふうに思います。だからその方法以外にも、他の方法も模索しながらやっていくというのが現実的だというふうに思います。